そうだな。気をそらす。要捜査。中流の家庭けど見張りが多い、いいだろう。急いで気をそらす。今のは大人の自分なら行くぞ。狙いを定めて。最後の一発だ。リロード中だ。周りを見てみないと。こっちじゃないわよ。素早く優雅な着地ね。そこには行けない。これでいうのを探して続けましょう。どうしたんだ。最近少し静かですね、ハヤトさん。落ち着こうとしているんだ。あんたがどうしてそんなに落ち着いていられるのか、俺にはわからない。幼い頃から感情を抑えるようにしてきた。気になったらごめんなさい。気をそらす。まだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。聞こえたぞ。何もないぞ。他に道があるはずよ。まっすぐとは限らない。あそうだな。無駄にする時間はないわ。すぐよ。素早く移動するわね。今行くわ。届かないわよ。優雅な着地ね。彼はそこにいるのね。ハヤトさん、安全な場所を見つけて話をまとめましょう。行くぞ。素早く移動するわね。急いで。無駄にする時間はないわ。マサルは入浴を楽しすぐよ。今行くわ。素早くね。無駄にする時間はないわ。素早く移動するわね。手裏剣術。いや今行くわ。俺がいただく。すぐよ。計画通り行きましょう。どうしてそんな風に振る舞える。いつも通り話して頭を下げて笑って、あんなことがあった後だっていうのに。女は内面の壁に囲まれていなければ死ぬのよ。女は学ぶのよ。もし感情が高ぶってそれは隠さないといけない。そんなか。俺はマサルとその父の野郎どもを殺したい。そんなおごりは今はできないはずよ。ハヤトさん、あなたの中に私の言葉をとどめておいてください。復讐の念は時が来るまで持っていてください。くそ、わかった。行くよ。そうさ。ああ定めて。手裏剣術だ。優雅とは。急いで。無駄にする時間はないわ。なんてがさつな武器かしら。リロード中よ。そうか。すぐよ。俺がいただく。無駄にする時間はない。ここに彼はアンマを受けるわ。アンマは誰がやるんだろうな。
なんだ今日は風が強い。手裏剣術だ。せいせいせい俺狙いを定め武器がない。リロード中だ。いいだろう。急いで素早く移動するわね。自然ねえあなた、どうすればいいのでしょう。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。ああ、そういえば何でしょう。剣術刀の出番だ。今行くわ。剣術素早く、すぐよ、急いで。アンマシ、仕事を頼む。いつまで待たせる気だ。いつも同じアンマシがやるようだ。もし仮にアンマシが来なかったらどうでしょうね。面白い。やったぞ。すぐに彼を連れてボートへ。そうだな。道がないぞ。そうさ。これでいいだろう。気分はどう？